交通事故の恐ろしさを実感してもらおうと、 JA 共済が所高校で自転車交通安全教室を開催しました。スタントマンが自転車事故を実演し、生徒たちが事故の衝撃や恐ろしさを疑似体験しました。去年道内で発生した自転車利用者の事故では、高校生以下の死傷者がおよそ4割を占めています。 JA 共済は交通事故を未然に防止して、次世代を担う子どもたちの育成と安全な生活環境づくりに貢献していきたいとしています。サツドラホールディングスがリージョナルインキュベーションオフィスエゾハブ東京を東京品川区の天王洲アイルに開設しました。シェアオフィス、コワーキングスペース、イベント会場としての活用のほか、北海道にまつわるデータベースも構築するということです。サツドラホールディングスの富山博樹代表取締役社長 CEO は、北海道と日本をつなぐハブとして道内外の人、物、金、知恵の流動を最大化し、北海道から日本の未来を作る一端を担うことを目指してまいりますとコメントしています。北海道の森に海に乾杯、札幌ビールなどによる CO2 削減を目指したキャンペーンがスタートしました。このキャンペーンは北海道と CO2 削減の包括連携協定を結ぶ札幌ビールとポッカ札幌北海道の札幌グループとコープ札幌の共同企画です。黒ラベルや札幌クラシックなどの対象商品をコープ札幌で購入すると、売上の一部がコープ未来の森づくり基金に寄付され、商品に応じた CO2 をカーボンオフセットして北海道の森林保全活動に生かされるということです。日本ラグビーフットボール協会の岩渕健介専務理事と、パリオリンピックでレフェリーを務める桑井亜乃さんが7月に札幌ドームで開催される日本代表の試合を PR しました。日本代表は7月21日にイタリア代表とテストマッチを行います。札幌での代表戦は2年連続で、岩渕専務理事は新しい体制になり、チームが一番仕上がった状態で札幌に来ますと挨拶。桑井さんも北海道で身近にラグビーを感じてもらえるきっかけになればとしています。コンビニエンスストア道内大手のセコマと道南の奥尻町がまちづくり協定と災害協定を締結しました。まちづくり協定はそれぞれが有する機能を効果的に発揮してまちづくりに寄与することを目指します。災害協定にはヤマト運輸函館主幹支店も加わり、互いに協力して物資の供給などを行うとしています。奥尻町ではセイコーマートが唯一のコンビニエンスストアで、セコマの赤尾博明社長は町の安心と発展にお役に立ちたいとしています。